皆さんこんにちは、キリアです。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。あとここら辺の人と話しかけていないですが、この人は何なんですかね。俺怖い、人怖い、あっち行け。お、かつて北東の大陸にはヴァンデルフォンという豊かな王国が栄華を誇っていたそうなのですが、魔物に焼き滅ぼされてしまったそうです。へえ。それも悪魔の子が黒幕という噂ですが、マジか。そんなこと何もしてないっすよ。もうだいぶ前の話、真実を知る者はどこにもいませんよ。はあ。このダーハルードはここ世界の一番下、ここの北東にヴァンデルフォン。へえ。お兄たん、どこに隠れたのかな。ちっとも見つけられないよ。私だって隠れたいのに。おお。なんか今ちょっとだけ見えたんですが、すごいポーズをとってる人がいます。でここがその会場ですね。先ほど派手な衣装の男に根掘り葉掘りと海の男コンテストに質問されたんだ。シルビアじゃないですかそれ。あんなオーラがある人は初めて見たぜ。もし彼がコンテストに出場するのなら強力なライバルになりそうだ。これは俺もうかうかしてられないぜ。彼は男ではないですからね。ああ、さっき追い払われました。グレー働いたかな。え？あなた、そのサラサラ髪といい、なんだか聞いた覚えのある特徴をしてるわね。どこで聞いたんだったかしら。キリアの特徴が出回ってるのか。あ、これラッドの父親か。ほう。そっくりですね。さあではいよいよここへ行ってみましょう。はい、ラハジオに会いましたけど追い返されました。はい。何もしてないんですが。レアルさんが去年優勝したのがつい最近のことのようだよ。去年はレアルマドリードの優勝。いかにも海の男風の格好をしたターバンを巻いたムキムキのお方さ。ほう。この人かもしかして。あなたはレアルさんですか。なんかチャンピオンっぽいセリフですね、言われてみれば。ごほん。今日は喉の調子がいまいちだな。そういえばこんな話を聞いたよ。さえずりの蜜という魔法の蜜ならばどんな喉の具合もたちまちに治るんだとか。それを取りに行くところです。おっと、人が倒れてるぞ。オイラが失業してこんな風になったのは全部悪魔の子ってやつのせいなんだ。私のせいなのか。やつが脱走してから急に魔物も増えて、オイラにも不運なことばかり起きて。何もオイラは悪くねえんだ。後半はわかりませんが、魔物が増えたのは。もっと、おっと、宝箱は。破風のネックレス。まあ魔物が増えたのは、キリアがいるから増えたのか、それとも魔物が増えたからキリアが勇者として目覚めたことになったのか、それはどうもどっちかわかんないですからね。で、破風のネックレス。特技封じや呪文封じの攻撃を防ぐネックレス。おお。一番呪文が封じられたらまずいのはセーニャですよね。この金のブレスレットと交換しましょうか。おっと、パフパフ。いろんなところで、至るところでパフパフの女性がいます。はい、じゃあ、お願いします。はい。これは、何もオチがないのは、もう完全に普通に、パフパフをしてくれたと考えていいのでしょうか。
こちらがお礼を言われました。はい、あ、みんな真面目な話をするんですね。ベロニカやっぱり可愛いな。ん？釣りの極意ってもんはな、どんなことがあっても慌てず、騒がず、獲物がかかるまで待ち続けること。だから、これからどんなことがあっても、俺は辛抱強く、獲物を待ち続けるぜ。とはいえ、全然釣れてないんだけどな。力の種。どうするかな？これは力の種は、シルビアの方が力上なんだ。ただまあ、キリアに装備させておきましょう。装備じゃない。キリアに使っておきましょう。器用さの種どうするかな？カミュー、ベロニカ、あ、ベロニカ器用さ高いな。盗賊のカミューが器用さ高い方が多分いいんでしょうけど、カミュー、全然盗まないし、ベロニカにあげてみましょうか。よし。で、このゴンドラまだ乗ってないんで、乗ってみましょう。おお、あ、自分で動かすんだ、これ。おお、なんか定期船みたいな感じで、自動的に移動するだけの手段かと思っていたんですが。動く、おお、いい夜だな。いい夜だな。昼間です。思いっきり昼間ね。思いっきり昼間なんですが。これ、あれは動かないのか、カメラは。いい夜だな。なんだこれ。全く動かずに。いい夜だな。すんごい怖いんですけど。これバグか何か？本当はこれ夜の間にしかこの人たちは出現しないけれども、何かの理由で夜から朝に変わるときに消えずにずっとここに残っていて、それでその関係で動きも止まっているというバグかな。それとも全員これなるのか。昼間にいい夜だな、うふふ、あはは、で全く動かないこの人たち。まあともかくこっちへ行ってみましょうか。あ、これで降りることはできるのか。ほう、向こう側、反対側の水路も行ってみましょうか。U ターンが難しいな。よし、相変わらず止まったまま。で、こちらの人は動いてますね。はい、特に何かがあるわけではありませんでした。はい、乗りましたよ。はい、それでは、向こうへ行ってみましょうか。さえずりの蜜を取りに。お？なんだ？いやー、ひどい目に遭いました。純度の高い清らかな水を求めて、西の洞窟へ行ってみたのですが、まあ私たちもこれから行くつもりです。魔物だらけで、私のような非力なボンクラでは、そこまで卑下することはないでしょう。はい、非力なボンクラでは、水を探すどころか、こうして命からがら逃げ帰ってくるのがやっとでしたよ。おお、非力なはまあ、魔物に襲われてっていうことでわかるんですが、ボンクラってわざわざ自分で言わなくても。よし、じゃあ行きましょう。さあ、これで、ね、西の、あ、あそこですね。こちらの冷水の洞窟。よし。ここら辺は、裏でボウガンの的を探しているときに、一通り探索は済んでいます。さあ、ここですね。ん？こっちから行くのか。ここはこれに乗ったままじゃいけない。降りましょうか。よし、では、ここから、進んで、行きましょう。よし。冷水の洞窟。ん？何かいる。スライムつむりか。はっ。そういえば、MP 回復してないな。まあいいか。
お、しびれクラゲもいる。おーっと、シルビアしびれた。お、レベルアップ。これはどこから行くか、まあ、適当にどんどん回っていきましょうか。おお、なんだこれ、初めて見る。暗闇ハーピー。可愛いんだか気持ち悪いんだかよくわからない敵です。おお。これエイトのパワーのですね。まあシルビアにやっても効かなそうですよね。うおーっと、危ない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 。ふう、これはお化けキノコか、マタンゴか。ふう、マタンゴか。こっち側はいけないか。ここの段差も越えられない。では向こうから回っていきましょう。うー、びっくりした。さ、よし。おっと、これも初めて見る敵ですね。魔法ジジイ。足がちらっと見えました。うー、結構辛いなこれは。よし、お、カミューがレベルアップ。さあ、これで向こうにキャンプが見えますが、こっち側は？お、登れるぞ。ふっ、お、宝箱。ほう、あれ、間違えた。なんかボウガンで撃ったぞ。あ、ともかくこいつらを倒しますか。キャンプが見えたので、もうどんどん魔法は使っていっても大丈夫ですね。てか、もうさっきから使ってましたけど。割とね、魔法の小瓶も結構集まってきてるので、そこまで、魔法を節約してダンジョン進んでいく必要もなさそうな感じです。お、シルビアレベルアップ。これレベルアップで MP も回復しますしね。で、これ。フェアリーステッキ。ステッキは誰も使っていない。
うぅ、あんなに食らうの？マジか。おお、びっくりした。あれ、聖女に行くようだったらかなりやばかった。ちょっと待って、おお、ナイス。はあ、ドルマがあんなに食らうとは。聖女とベロニカが最大 HP 少ないので、そこら辺が怖いですね。来たところからは戻れないので、こっちから行く感じか。おお、これでこっちに行くとキャンプがある。お、宝箱も見えた。小さなメダル。お、小さなメダル10枚。いつの間にか集まっていたようです。うん、びっくりした。マジでびっくりした。ビクってなった今。体が。お、キリアもレベルアップ。ラリホー。そして、セイニャも。ベホイミ。お、ベホイミはありがたい。さあ、これで逃げつつ、こちらへ向かいましょう。よし。はい。よし。さあ、では、進んでいきましょう。ここからこう行って、こう行くわけですね。こっちの方もちょっと気になりますが、まずは目的地へ向かって歩いていきます。そういえばカミューって、盗賊の花って使えるのかな？はてなはてなになってる。盗賊の花ってないですよね。じゃあもうこれを、でっかい魔物がいる。それなら自分の足で探していくしかないと言おうとしたところで、ここのでっかい魔物が、こっち側？あ、これ向こうから向こうへ行くやつか。ただこれは多分宝箱とかがあるだけか。こっちへ行ってみましょうか。帰りに向こう寄っていくとして。おお、いきなり戦うのか。会話とか何もなし。シーゴーレム。海のゴーレム。それなら、セーニャとベロニカ。いや、まだいいか。切れる直前になってからの方がいいか。連携技を使うのは。じゃあ、まずは、キリアはもう、叩いていきましょうか。お、バイジョン。なぜかセーニャ。35ダメージ。仁王立ち。これが両方 B に行く。キリアブレイブガード使った方がいいかな。これ使っておきましょうか。これセーニャに両方とも同時に攻撃入ったらまずいことになりますよね。今セーニャの方がバイションかかってるし、キリアが回復させていきましょうか。ただ51か。これセーニャとかベロニケね、来たらやばいぞ。おーし、ナイス。
ナイス、ただ、ただこっちもやばい。ちょっと待って、これで作戦替え。この辺、命令させろにして。シルビアも回復させようとしてくれますが、回復呪文がなくて、この、リホイミしかない。ラムダの祈り。これ使いましょうか。さあ、猫の姿のベロニカと踊り子の服のセーニャン。よし、これはナイス。お、キリアもゾーンに入りました。まずこれで、セーニャとベロニカを戻して、キリア行きます。はっ、おー、100ダメージ会心。よし。さあ、これで進んでいけるようになりました。まあ、綺麗な湧き水。ここの水なら、きっと最高級のさえずりの蜜が作れますわね。セーニャは清き水をすくい、薬と調合してさえずりの蜜を作った。すごいな。できましたわ、キリア様。さあ、早くダンハルーネの町に戻って、あの子に渡してあげましょう。これセーニャが作ったのか。あの瓶とか蓋の飾りとかもどっから手に入れたんだろう。これは、お、この先清き水、ようなき者は回れ右して、まっすぐ帰るべし。回れ右して。こっち側は、あ、ここは登れないのか。登れた。ただ何もないか。それじゃあ向こうの方の道も調べていって、それで帰りましょう。不思議な木の実。よし、モンスターが足踏みをしていますが、不思議な木の実はベロニカに使いますか。あれ、清さ使ってなかったっけ。あ、3個、あ、いっぱいあったのか。個数見てなかった。じゃあこれもう全部ベロニカに使っていきます。ハイパー幼女になってください。ふ、よし。さあ、これで、おっと、宝箱。グリーンアイ。よし。おう。さあ、では、これで、お。登れば、これで、最初に来たところへ来るわけですね。ん？はい。あ、これで、ショートカット、できるようになるのか。次来るときも、ここから行ける。まあ、これから、来る用事あるのかわからないですが、まあ、これで、じゃあリリミトを使って帰りましょう。ん？お？街に戻ったらイベントが始まりました。まあ、ちょっと見ない間に街はすっかりコンテストの雰囲気ですわね。キリア様、ほら、ご覧ください。はい。シルビア。はい。ヤヒムちゃんの顔も見たいし、さえずりの蜜は、私たち女三人で届けてくるわね。女三人。その代わり、あなたとカミューちゃんに、コンテストの場所取りをしておいてほしいの。はあ。まあ、いいっすけど。いいように使われてますな。お、ベロニカ。はい。まあ、それじゃあ今回は、ここで終わりにしたいと思います。
次回はここの、ね、ま、まあ、街をちょっと探索しつつ、こちらの海の男コンテストへ行ってみましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この続きを見てもいいかなと少しでも思ってくださいましたら、チャンネル登録等よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。